はい、今回はですね、こちらですね。盤石の強さ、グリムリーパー。こちらも、新たに絆覚醒した、超人ですけどね。まあ、所属がね、ラージナンバーズなんですけど、まあ、実質始祖かな。まあ、サイコマンが、正体を表す前ですよね。で、アビリティが、コーリルオブブースト強、落雷耐性、カウンター無効、悪魔ロキシキラー弱、悪魔超人キラー弱ですね。まあ、これもコメントとかで皆さん言われてるんですけど、この組み合わせはやっぱり正月あたり、年明けあたりに絆覚醒、あ、3周年か。3周年あたりに絆覚醒した、スグルとか、あとついこの間覚醒した、ジャスティスマンですね。そのあたりと結構アビリティの組み合わせは、似てるかなと。こっちはまあ、悪魔ロキシキラー弱と悪魔超人キラー弱がありますね。ジャスティスマンはトリプルキラーだったんですけどね。まあ、これはこれでなかなかね、使えるんじゃないかなと思います。友情アタックがドレススピン。要は、絆覚醒したね、クロエとか、あとはジェイドとかが使うね、一回転してくるやつですね。で、まあ、タック技、これがまた新しくなったのかな？タック技じゃない、ごめんなさい。必殺技ですね。必殺技が、脅威の握力ファイトですね。まあ、もともと、グリムリッパーっていうのは握力が強いっていうのがね、一つの特徴なんでね。まあ、これがね、ターゲット式で、あとね、メーターですね。あれまたちょっと緊張するんだけど、まあ、ちょっとやってみましょうか。まあ、今回もね、前回に続き、素材にね、チケット募集のアイテムが必要になってくるんですよね。これがなかなかまあね、大変かなとは思うんです。今みたいにね、キラーが乗ってね、一回転してくるんで、雑魚がね、悪魔超人とかね、ロッキシだった時っていうのは結構殲滅力が高いんじゃないかなと思います。まあ、真ん中に当てれないっていうのはあるんですけどね。この友人アタック強いんですけどね、かなり。その辺、真ん中メインに当てていくアシュラマンの友情とは対照的かなとは思います。まあ、今回はしっかりね、必殺技を貯めてあるんで、まあ、今回もね、必殺技巻き込み型なんで、なんとかね、うまいことサイコマンスタートでいきたいところではあるんですが、まあ、キラーが乗ってる上にね、パワーブーストがつくと結構強いですよね。まあ、なかなかね、チケット募集のね、アイテムが素材になってくると、結構、今の段階僕にとってはきついですね。サイコマンのね、チケット募集はね、サイコマンじゃない、グリムリッパーのチケット募集はまだね、僕、運よく適性を持ってるんでね、なんとか時間はかかるんですけど、いけるんですけどね。例えばこの間やったペインマンとかはね、まだね、できてないんでね。要は、最近のチケット募集が素材にされると結構きついかなっていうのはありますね。特におそらく、ちょっとわかんないですけど、光サイコマンとかはおそらくチケット募集のサイコマンのアイテムが必要になってくる可能性があるので、まあ、その辺もね、ちょっと、どうなんのかなっていうのは、ありますけどね。ちなみに、ここゴールドマンですけど、まあ、ほとんどアビリティ対応してないんだけど、要は、キラーがある分ね、もう、それだけでもう全然、いける感じですよね。ちなみに、まあ、これはもう、マッスルショットでも明らかになってるんで、言うと、要は、グリムリッパーっていうのは、まあ、要は始祖のね、サイコマンが変装したやつなんですけど、まあ、しまった。まあ、いいや。まあ、幸いね、他のキャラクターが、友情アタックはね、強化系に留めてあるんでね。まあ、
特に問題はないか。ただね、グリムリーパーには当てないようにしないといけないですね。カウンター向こうなので。ちなみに要はまあ、ちょっとサイコマンとしてお話ししてきますけど、そっち来ちゃったか。まあいいや。まあ言う、超人強度なんですけど、これ意外なんですけどね、一応書いてある通りに話すと1000万パワーらしい。アシュラマンとかと一緒らしいですね。じゃあ早速打ちますね。ひょっと。他が、まあ、キラー乗りで4万近く行ってくれたかな。と、まあ、こんな具合ですね。まあ、ちょっとサクッと倒していきますけど。そう、だから話をね、戻すとね、超人強度1000万パワーなんで、だからまあ、これもね、他の動画でも言ってるんですけど、案外、始祖のね、超人強度ってガンマンとかはちょっと高かった。シングマンとかガンマンはちょっと高かったと思うんですけど、それほどその他のね、特にね、パーフェクト超人と比べても、めちゃめちゃ高いっていう設定ではないんですよね。まあ、なかなか、その設定は、うまいかなとは思いますけどね。他の、例えば、まあ、悪魔将軍とか、悪魔将軍が1500万パワーなんでね。だから、まあ、その辺とのね、バランスもね、ちゃんと、ついてますしね。まあ、そもそも不明っていう超人が多いんですけどね、始祖は。で、まあ、グリムリーパーって要は、何、あ、オーバーボディって言っていいのかな。オーバーボディの割には、なんか顔はほとんど変わらずね。なんだろうな。出た瞬間ね、出た瞬間つうか、もう出てすぐグリムリッパーってちょっとこいつただもんじゃねえなみたいな空気は出してたんですけどね。出してたんですけど、まあ結局は質素のね、一人だったっていうことでね、今ちょっとほのろく無視しましたけど、まあ、予想通りっていうかね。まあ、やっぱ結構大物だったんですけどね。全然ね、正直ね、外見も全然変わると思ってたんですよ、僕。で、だけど案外、ちょっとね、着こなしが変わったぐらいでね、むしろジャスティスマンの方が衝撃的だったんですけどね。まあ、そんな感じでね、結構キャラとしては僕は好きですね。まあ、これも言ってるんですけど、アニメだったら、これ結構みんな言ってるらしいですね。やっぱ、フリーザとかやられてる中尾さんが一番ふさわしいということは、これなんか結構みんな言われてるみたいなんですけどね。まあ僕もそう思います。っていうことでね、まあ結構言われてるのがこれどこだったかな？例えばチケット募集のゴールドマンとか、あと、まあ、武道とかにも連れてけるんじゃないみたいなコメントはあるんでね、その辺もちょっと使ってみようかなと思います。特にチケット募集のね、ゴールドマンはちょっと試してみたいなっていうのがありますね。まあ、ちょっと活躍を期待したいですね。苦労して作ったキャラクターなので。では。